はい、えー、こんにちは。そっかじくの久保です。今回はですね、えー、メンバーシップ情報の中で、情報倉庫ってものがあってですね、えー、すぐに儲かるわけではないんですけども、おこの業界の裏側ということで、バンバンお話していってですね、皆様の、 もしかしたらね、メールマガジンとか、YouTube 活動のネタになればいいなと思ってお届けしようかと思います。通常は有料版なんで、メンバーシップに入った方だけなんですけども、今回はね、メンバーシップを使うための YouTube アカウントが制限されてますので、サービスということで、えー、一般公開動画でお届けしてもいいかなと思っております。それでは、よろしくお願いします。今回はですね、ブラックでもローン審査 OK というね、ことですけども、その方法はいくつかありますけども、今日はね、そのうちの一つ、 うん例えばね、各種のローンが組めないとか、クレジットカードが作れないとか、まあそういった場合でも、車のローンはなんとか通したいですよね。で、今回、ブラックでも、車のローン、審査 OK の裏事情についてお話し,しますので、この辺をですね、えー、車を買うときに、ちょっと耳打ちすると、小さな、中古車屋さんでしたら、聞いてくれるんじゃないかなと思いますよね。さあ、皆さん、車に GPS をつけたカーローンっていうのをご存知ですかね ローンの支払いが遅れると遠隔操作でエンジンを始動できなくするそうです。それでもローンの支払いを行わない場合は GPS などで場所を特定して車を回収に行くということなんですよ。まあちょっとね、すごいですよね。すごい時代になってきましたね。うん。まあ例えばね、ある人がローンの支払いができなくなった時に、まあ何日以内にお支払いにならないとエンジンがかからなくなりますよというふうな連絡が来るそうなんですよ。 で、その期日までに払えなかったので、本当に車動かなくなったということなんですよね <laughs>。で、車検証上の所有者はローン会社ですから、回収後はそのまま売ることも可能ということになります。まあ、こういった方法で、えー、カーローンに似たような形でね、まあ私たち消費者から見ると、カーローンには間違いないんですけども、こういったやり方で、えー、中古車をね、 入手する方法がある。もしくは販売する方法があるということでございます。えー、小さなね、ローン会社がこういうのに加盟して、ブラックの方にローンを組ませまくっているという裏話もあるみたいですね。はい。皆さん、いかがだったでしょうかちょっとわかりにくかったですかね。えー、単純に言うと GPS をつけたカーローンで、で、ローンを組んでもらってね、ローンが届かった場合は車を回収ということらしいですけどね。